おはようございます新居浜レオンです土曜朝5時半皆さんどんな朝ですか今日も一日がんばレオン明るくいきますよさあ、えー、先週に引き続き今週もですねもう尊敬してやまない大好きな大先輩ダバンプのキミさんにゲストでお越しいただけるということで今日はどんな衣装でまた来てくださるのか <laughs> まあそこはもう本当に僕楽しみなんですよ先週はもう紅白、うん、赤の日 逃亡まあ、キミさんはね、本当におしゃれ。いや、おしゃレオンなんですよね。<laughs> なので、その辺の話もいっぱい聞きたいなと思ってます。ちなみに、新浜レオン、今日はキミさんからいただいた靴で着ています。赤と白、紅白。ねえ、ナイキの靴で着てますよ、キミさん。それでは皆さん、このあと6時までですからね。明治チョコレート豪華プレゼンツ、新浜レオン、今日も元気に頑張れよん x のハッシュタグはカタカナでラジレオンお付き合いのほどよろしくお願いします今日も元気にガンバレオン明治チョコレート効果プレゼンツ新浜レオン今日も元気にガンバレオンこの番組は美と健康を考えるチョコレート明治チョコレート効果の提供でお送りしますさあそれでは改めて本日のゲストです ダバンプ君さんです。お願いします。うわ、嬉しい。いや、2週続けてありがとうございます。なんか、<laughs> あ君さん、うん、あれ、洋服なんですけど。<laughs> ですかいや同じかなと思ってるんですけど先週と先週んか僕んかね「紅白」をお会いしたあと年ね来てくださったんですけどどう考えてもクリスマスなんスマス？クリスマスなんすかそうそうあっぱれよんよやっぱおかしいなでも待ってください僕今入ってくると靴見たんですけど「君道さんまさか!」「靴ほら!」 お揃,いですお揃いですね。うわー、君さんからいただいた僕の宝物の靴ですよ。はい、そうですね。あのー、すべてあげよう、リリースしたときに。はい あのリリースおめでとうってことで、こうプレゼントさせていただきます。はい、宝物です。いや、あれ。もったいなくて、本当に、これ白く、も黒くなんのが。でも、なんか、もったいない感じの履き方じゃないじゃん。やめてください、よそんなとの、本当に宝物です。ありがとうございました。改めて、今週もよろしくお願いします。もう、先週は、もう、こう、デビューまでの話という、もう、小さい頃。 もういブレてましたでもきっとその頃があったからこそ今があると思うんですけど確かにじゃあダパンプさんにいざ入ってからの活動ってまあめまぐるしく忙しいと思うんですけどいやいやもう超暇だったからえ本当にあのその入る前っとですかいやもう USA まではねそういうことかダパンプさんに入っても暇な時期があったんですありましたよそりゃえお仕事ない時期ががもう まあありましたけどね、はいまあ,ありましたけどもまあもう自分たちで何かをステージを自分たちでステージ作んなきゃなってことで始めたのが、えっと、ショッピングモール全国のショッピングモール行って<ー>でもう無料イベントをやりまくって、はい、でそっからシングルにつながってでもまあ、うん、そんなに続かずっていうところで、はい、2018年の6月に USA が出て、うん、でその前に USA 次の新曲「この USA」ってこう言われた時にもうみんなもう顔を見合わせてハテナ超飛んでたの<ー>もうその光景がいまだに忘れてたので曲聴いた時にうわーと思ってこれちょっとやばいなみたいな感じで、ね、まあでもいい感じでみんなのメーターが振り切ったというかぶっ飛んだことしようみたいな感じでみんなでまあ振り付けのね友が振り付けしてくれたんですけど。はい まあそっからみんなで構築してってもうこんな感じでいいんじゃないダンスってこ,んなこういう感じだよねなんていうところからどんどんなんか火がついていったいつの間にかみたいな、えー、いつの間にかなんですかいつの間にか<ー>もう環境もすごい変わったし、はい、もうなんだろうどこ行ってもお弁当2つあるしあ<ー> <laughs> <laughs> で指定席からグリーン車になったりとかあ<ー>そういう分かりやすく、はい、そういうところもねえ わけわかんない人いっぱい寄ってきたりとかね。でも今聞くと2018年の6月なんですよ。6月ですで。だ僕のデビューが2019年の5月なんですよ。よ、はい、で2018年ってその大学4年で、うん、でいわゆる6月ぐらいにその今のレコード会社と事務所がこう決まりかけてきてきて、もう本当にテレビのって、うん、いうかそこに憧れてここに来たいんだっていうダバンプさんの。 目標の中で僕はデビューさせていただいた感じやいやいや,いやだから今こうやって自分のこのありがたいことに番組を持たせていただいてそこに憧れの方が来てるっていうこの現状がそうっすねいやいや本当にそうっすねでもほ本当にこういう生の話聞けるのってすごいじゃないですかもう華やかな世界だけだと思いきや <laughs>、うん そういういい仕事がない時期もあったいう全然そんな感じでした、ね、ショッピングモールで,、うん、でもやれば人めっちゃやっぱもう、まあ、無料で「衣服きけ」て「そうすよね、無料でご機嫌だぜ」きてがまあ、ねね、ヒット曲というかまあ名曲もやっぱあるんで、まあ、世代の方たちもね、はい、いっぱいいらっしゃると思うんで、まあ、そこに食いついていね皆さん足止めて見てもらって。 っていうのは嬉しかったけどね<ー>、うん、もう今でもでもやられてたりするじゃないですかな、うん、んでもない人の数、ね、も<う>いやでも今レオンくんのがすごいと思って何言ってんですかそんなわけないですいや本当に,本当にあのでもありがたいことに、うん、ダブアンプさんのファンの皆さんであったりとかが、うんうん あの i m さんのファンの皆さんがこう自分のイベント来てくださったりして、うんね、いやもう僕もですよもうレオン・パーカーが来た方と,とかも来てくれるんですよでハイタッチ会とかやってた時に「お疲れお疲れ!」まで言われて「お疲れあお疲れよ!」み <laughs> 俺が乗っちゃうみたいな <laughs> すいませんもう,もういやいやもうこちらこそまあね、あのー、アーティスト同士でファン同士が仲良くなるってすごく俺いいことだなと思って、はい、なんかすごい相乗効果が。 あるといいですよね。いや、本当に、この場を返して、感謝申し上げます。ファンの皆さ様、ありがとうございます。さあ、そしてですね、あの、この紅白決まった時に。ええ、君さんからも、すぐにメッセージいただいたんですけど、なんと、一茶さんからも。おお、そうなの。S. N. S. で、メッセージわざ。くださって、いや、本当におめでとうって。 さすが平成のの日ねやることがねいや本当にもちろん矢吹さんのフェスとか先日のきみさんのソロライブ行かせていただいた時とかあと「歌コン」とかそういうところでもちろんご挨拶をしてるんですけどもなんかわざわざ個人のところにメッセージくださって木梨さんと所さんもちろんだけどレンく君の頑張ってることが必ずつながったことだから本当に。 頑張ってねっていうなんか温かいメッセージくださって<ー>いつも優しいイメージなんですけどいやもうそうですよ石田さんでももともと君さんも石田さんへの憧れを、ね、まあそうですねありましたねまあちょっと酒飲むと長いですけどね <laughs> <laughs> 全然帰んないって <laughs> すごい本当にこの話はすごい <laughs> やっぱりでもで飲みの席とかもやっぱご一緒するんですかもうだからもうしょっちゅういますよ僕はええーはい、石田さん帰るまで帰んないって っていうのはまあ結構僕の中での決まり事というかまあ帰えなきゃいけない時もあるんですけど大体いますねだからもうずっといて俺の方が最後まで長くいるから俺の方が先ついんじゃねえかなって最近思っずっと同じペースで2人で飲むからえ何飲むんすかえっとね最近はえっとハイボールああやっぱりハイボールでチェイサーが白ワインっていうどういうこと ハイボールと白ワインをずっと一緒に飲むんですよね。もうやっぱちょっと話が違いますね。それをもうずっとロングでもう長い時間行きますよ。僕もご一緒させてくださいっていうやっていう話にしようかなと思ったんですけどね。レオンくんなんかもそれこそ野球とかやってたから相当いける口でしょ。いやいやもちろん好きなんですけど。でもやっぱその感じすごいですね。いやまあある意味ちょっと体育会系なところありますけどね。 えどんんな話するんでするでかそのだっていつもこう一緒にいるわけじゃないですかあまあでもダパンプの話あんまり、ね、仕事の話はしないようにしてますあ,あ逆にはい<ー>ただまあ本当にに何だろう、まあ、ライブまあライブって、はい、あのコンサートツアーとかやるとき、はい、僕がライブ作ってんですよ僕がそのプロデュースしてるんですよライブの演出とか。<laughs> はい。あ、嘘じゃない。ですあ、嘘なんですか。そうじゃないですよ。いや、確かに、いきなり、なりが、空気感変わったから。えライブ作ったんですよ。これ。そうなんですよ。だから、まあ、ライブの話する時とか。はい。まあ、二人で飲んで。はい。こういうのを描いてるんですけど。こういう感じの曲順でとかっていうのは、まあ、二人で話して。はい。で、兄さんは。 この、まあ、歌のタイミングとかも、まあ、ボーカルなんであると思うんで。はい、まあ、一番、ね、こう、いいところとか、はい、まあ、メンバーのいいところはここですよねとかっていうのを、二人でここ作りながら。やって。あ、そうなんすか。でえ、じゃ、あもう、うん、えっと、セットリストとか。そうですね、もう全部考えてます。君さんが。はい。うわ、すご。うん、え、それに、メンバーの皆さん、いや、それないだろうみたいな。はい <laughs> <あ>。<laughs> え、絶対ありますよね。普通にいや、もう、なん、絶対忘れないです。<laughs> えー、でそうですけど、まあ、こういう感じでいきたいんだけど、みんなどう思うっていうところで。一応提案して。まあ、でも、あの、作るときに、まあ、この曲は。あの、この人得意とか、こういうことやってほしい。こういう、こういう。 この一面がかっこいいんだっていうのを、なんか日頃からこう見てて、はい、あ、こういう一面あんだとか、こういうダンスがここ光るなっていうのは、まあ自分のなんかメモリーに入れとくというか。<laughs> はい。何 <laughs> <laughs> すかメモリー。<laughs> 僕のメモリー。メモリー、はい、あー、USB ですね。僕のメモリー入れとくんですか 僕真面目ないしいゃいないや本当かっこよくてでも僕やっぱソロじゃないですかそういうメンバーとかないんですよグループの活動っていうのちょっと憧れっていうのがあって絶対にこうんていう安心感があるじゃないですかわかんないですよね。何か何があってもメンバーの皆さんがいると思ったらんかこう思い切っていけるじゃないけど。 でもなんか僕一人なんで、うん、なんか後ろ見ても何してももう自分で回収して、うん、ああねそれはすごいよねいやだからもう頑張れオンとか、うん、お疲れオンとか言ってもう大体白げちゃうんですよ例えばこれで君さんが例えば後ろにいらっしゃったとしたら、うんうん こんな心強いことないじゃないですか。いやいいんですよなんか紅白バックナンバーありますよ。バックナンバーそれ相手つけ関係それ相手つけ関係できるでしょうか。いやまあでもまあ僕自身がもうメンバーのファン一ファンだからみんなのことはもう絶対的な信頼関係というかもうみんなのかっこいいところもう何十年も見てきてるから大好き大好きですよやっぱかっこいいですよライブとかメンバー見るとあかっこいいって思うし。 で俺もステージでこう歌ったりとかして「キャーわーって言われてるなと思ったら「あの俺じゃなかった」とか全然ありますよ。ああーーでもなんかこのメンバーの皆さんへのリスペクトとか愛って持てるようできっと近くにいる人のってこう決して当たり前のことじゃないと思うんですよ。まああそそううでですすよ家族のの存在もけどなんか 自分ものこそなかなかそういうのって同じパフォーマーとしてすごい難しそうなイメージなんですけどやっぱこう堂々と言えるやっぱご関係性というか僕らもめちゃくちゃ仲いいんすよねすごいもうどこ行ってもご飯全員で食べるっていうそれがやっぱファンの皆さんにも伝わるからより嬉しいとは思うんですけど僕グループでの憧れっていう話しましたけどやっぱソロ活動も。 されてい,いやもう本当、もう欲しいもの全部持ってるんですよ <laughs> いやいやいや,いや,いや君さんはもういやいやいやもうそのソロ活動はねやっぱちょっと俺も歌いてえなみたいないもうそれしかない <laughs> <laughs> 俺も一人でスポット俺もだから逆から見るとレオンくん一人でうらなんかこんだけ羨ましいなみたいな逆にそういうのはあるんですか全然ありますえでももう実際に今もいろんなところで全国 ソロライブやられてるじゃないですかそのソロでいくっていうきっかけはもう本当やりたいっていう気持ち俺も目立ちたいただその一心ですでもそれも清くこう i s さんとかも含めてどんどん行ってこいみたいなまあ後押しはみんながしてくれるんででもどうですか実際やってみてソロとグループの違いみたいなのってありましななきゃいいいけってうのはあるし うんまあでも一人でやっぱ何十曲もやっぱ俺歌えないと思ったあそうですか、うん、歌うまくないから <laughs> いやいやいや <laughs> いやでも本当なんかこの番組あきみさんの曲か,か,かけさせていただいたじゃないですか、うん、なんかやっぱこ心が歌って現れるんだなっていうのを、うん、いや本当にあきみ、うん、さんのライブ行った時すごく感じたんですよ、はい、いや,いやも,うもう大阪行った時にまラスト2曲ぐらいしか見れなかった いや <laughs> いやいやでも本当にああやっぱなんかその人柄っていうかあの人としてが歌に乗るってあこういうことなんだなっていう,いやいやう十分出てますよ本当ですか、うん、だからすべてあげようでしょすべてもらってますの <laughs> 本当に本当ですか。<laughs> うん だから俺全てあげましょうっていう俺が曲歌いなんかも全てあげように乗っかる全てあげましょうっていう全てあげましょうあ,あでもそういう話で言うとあの歌詞とかも書いてますもんね書きますねどう,どうなんですか歌詞ってまあでもそんなねリズムに乗せたような歌詞は書けないんでまあ殴り書きしてちょっと聖書はしてもらうような感じですけどすごいな、はいはい、え君さんのこれからの展望っていうか、うん、はい こう活動の中で、これがどういうビジョンを描かれて、こうやってるんですか。るやっぱもう、ソロで。はい、ま武道館立ちたいなみたいなあ。あ <laughs> ソロの部分をやっぱり結構、はいはい。あ、でもね、グループとしてもまだまだやりたいことはありますし。はい、ま個人的には、あのしょうもない夢をずっと追っかけてたいなっていうのはありますね。は,<ー>はい、なんか、燃え、ずっと燃えてたいっていうか。は,<ー>はい。 あります。はい。これからもいろいろと本当にご指導していただきたいと思います。ご指導するほどの器じゃないよ。いやいや、してくださいよ。なんもないよ。だって俺ずっとあのペラペラでやってる。薄くやってるよ。いないんです。本当に薄かったら絶対ここまでいんで。いやいやいや、本当に。えなんだ本当あのキウさん冗談じゃなくて。い。つかゆっくりとそうですね。 お食事お願いしますいやー俺「紅白」決まった時俺自分のラジオの収録日だったんですよはいでい<や>決まってラジオの収録だったんで、はい、もうめっちゃくちゃもうレオン特集でずっと話しててずっと聞いてましたで今日は飲むぞと思ってもう人で飲み,飲みましたもんね、うん、本当ですかなっち一 <laughs> <laughs> 人で一人で,人でうんうれしくて いやーもう本当にそのなんかそういう気持ちを持っていただいてる先輩いるっていうだけで本当にニーハーマレももっと頑張らなきゃね<や>本当はもう素晴らしいです思ってます、はい、本当に君さん一緒なお話をありがとうございます引き続きよろしくお願いします、はい、ありがとうございますでは改めて先輩、はい、今週の曲は何にしましょうか、はい、あこれは夢を掴んだレオン君に、はい、そして今から夢を掴もうとしている皆さんにお届けします君名義ですドリーマー<っ>今日も元気に頑張っレオン 君さんでドリーーマあいいいますすね改めて夢夢といえばレコ大紅白と今年本当にありがたいことに立たせていただいてますうその君さんどちらも何回も何回も経験されてるんでいや紅白2回しか出てないです経験されてるじゃないですかされてるじゃないですか先輩あの大きなステージに立つ前の心構え気持ち教えてくださいまあ ビビらず行けばいいいんじゃなですかもう素晴らしい自分はトップアーティストですからあそこの夢舞台に立てるのは限られたアーティストなんそれ選ばれてるのはニハマレオンなんでもうレオンらしく行けばいいんじゃないですかおうしいもうまっすぐまっすぐもうストレートストレートですかストレートチェンジアップじゃないですチェンジアップじゃないわかりました だからあのー「紅白」でもひざすらあるじゃない。絶対やりたいと思います。 どっちかから俺ヘッドスライディングで出さっていう <laughs> ヘッスラっていう枠をちょっとあのメンバーのうやと考えてるんだけどどうかなと思ってそれやばいっすねヘッスラ上嶋お前どっちからいくカミジモどっちからいくって俺は下手から行こうかみたいな感じのなんかしょうもないことを話してるんですけど <laughs> ヘッスラ枠ないかなっていうのはそれ,伝えそれだけは伝えとこうかなと思って全部<も>、はい、枠ないです<な>い <laughs> <laughs> そこ夢与えてくれよ <laughs>。<laughs> すみません。ありがとうございまい。本当に貴島さ話ありがとうございました。きみさん改めて。2週にわたり、ありがとうございました。また引き続きよろし,しよろしくお願いします。今日も元気に。<laughs> 頑張。れオン。新居浜レオンがお送りしています。今日も元気に頑張れよん。ここからは明治チョコレート効果さんとのコラボコーナー。ちょこっとまるまるな話。今月のテーマはちょこっとびっくりした話ということで、メールをご紹介します。ラジオネームさくらの。 クロミさんからいただきましたレオンさんおはようございます NHK 紅白初出場コングラッチュレオン職場では私がレオンさんのファンのことをみんな知っているのでみんなからおめでとうと言っていただきましたがその後20代の若い子がこう聞いてきたんですレオンさんって赤組白組どっちで出るんですか <laughs>、ね、周りのおばさまたちは一斉に白でしょう。 運動会じゃないんだからと突っ込んでいましたが今の若い子は紅白の仕組みすら知らないことにちょこっとびっくりしてしまいましたそっかだからいわゆるそのテレビ離れとかよく言うじゃないですか僕悔しいんですよやっぱり紅白レコタイえそしていろんなバラエティとかそういうテレビの世界に憧れてこの世界入ってきたっていうのも僕あるんでまあ、YouTube とかいろんなこう SNS とかまあ、盛り上がってきてるんですけどやっぱ僕はテレビを盛り上げたい この気持ちは誰よりも強いんでこれから先もえどん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 テレビの良さをねえ伝えられる新浜レオンでありたいなと思いますこれ確かにちょこっとびっくりしますねさあ続いての方いってみましょうかラジオネーム八千葉さん市川市からいただきましたレオンさんおはようございます、えー、地元千葉県白石凱旋公演決定おめでとうございます紅白出場するまで白石でのコンサートはしないと決めていたというお話を伺っていたので本当に嬉しいですおかえりなさい 地元千葉でお待ちしてますさてその白石文化会館がレオンさんにとって成人式以来というお話をイベントでされた時のことですレオンさんはお父様の着られた上が白の着物で下が緑の袴を着てお父様の毛皮を羽織って会場に行ったら <laughs> クラスで袴姿がレオンさん一人でびっくりしたって話でした2ブロックのがたいの良いその姿を想像したらすごく壊そうとちょこっとびっくりしましたという。<laughs> <laughs> そうなんですよ、えー、成人式でやっぱ袴を着るっていうのは僕決めてたんですよ。でそれも父袴いっぱい、まあ、あるんでその父の袴を着るっていうのが一つ自分のなんか夢の一つだったんでそれを同じ全く実現したんですよ。そしたらなんとクラスでで袴着てんの僕だけなんですよだから目立っちゃって目立っちゃってなんですけどそう。 何を話したかったかというと、その白石文化会館でもうこのラジオでも色々とあの告知させていただいてますけれども、やっと凱旋コンサートが1月17日に決定しました。ありがとうございます。もう僕あのちょっと長くなっちゃうんですけど、これは伝えたくて。地元白石には、えー、昨年あの捕まえて今夜という時に紅白レコ大のステージ目指してたんですけど、残念ながらダメだったんですよ。で、もうこの悔しさたるものはもうどうしようかと。 もうこうなったら今自分にとって一番支えられてるもの自分にとっての一番弱さを救ってくれてるのって何かなって思ったら地元だったんですよ。地元に帰ったら優しくね「えー、来年こそは怖く出れるように頑張ろう」って言ってくれる家族もそうだし周りのお世話になった人たちの姿は目に浮かんだんでそこに甘えてはダメだと。 何かをつかむきは何かを犠牲にするぐらいやっぱり気持ちがないと絶対にその目標って達成できないと思ったんで白いには「紅白」に出る前には絶対に帰らないと白いでのコンサートやるには「紅白」出てからじゃないといかないと一つ決めたんでそれをずっと持ってただ日にちは来年の1月17日でもうずっと抑えてたんですが紅白の結果出るまではその発表できなくて。 「え紅白」決まんなかったらもう抑えるだけでもすごい変な話お金もかかるわけですよでもそれも会社の人たちも組んでくれてこの思いだけは絶対に白いだけは「紅白」出てから帰りたいんですっていうのが自分のお願いだったんですけどそれがかなって今回また地元に帰れること本当に感謝しますぜひ皆さん1月17日地元白石来ていただければなと思っておりますえ嬉しいメッセージ本当にたくさんもうまだまだ実はいっぱいあるんですが 時間の関係上読めないのが残念ですが引き続き皆さんメッセージお待ちしておりますメールアドレスは t co. J p レオン n 9 0 5 atmark tbs.co.jp leon905 atmark tbs.co.jp メッセージを紹介した方には番組オリジナルスリーブ付き明治チョコレート効果をプレゼントします今月のテーマちょこっとびっくりした話みんな送っておくれよん今日も元気にがんば レオンここで明治かららのお知らせです明治チョコレート効果シリーズからチョコレート効果カカオ72%ドリンクパウダーが Amazon にて数量限定で発売中健康を考える人が注目しているチョコレート効果がパウダーになっていてカップに入れてからお湯を注ぐだけでホットチョコレートが簡単にできちゃいます寒い日が続きますよねチョコレートドリンクを飲みながらホッと一息 忙しい朝や仕事や勉強の合間におすすめですよ。美と健康を考えるあなたへ。明治チョコレート効果72%ドリンクパウダー。数量限定なので気になった方はアマゾンで検索してみて。クレヨン今日も元気に頑張レオン明治チョコレート効果プレゼンツ。新浜レオン。今日も元気に頑張レオンこの番組は美と健康を考えるチョコレート。 明治チョコレート効果の提供でお送りしました。やっと帰れる白石。改めて、新浜レオンファーストコンサートツアーすべてあげよう凱旋。開催決定です。2025年、来年です。1月17日金曜日、えー、千葉県白石文化会館大ホールにて行われます。開演は17時なんですが、ローソンチケットのプレリクエスト先行。 こちらが12月10日火曜日18時より開始となりますぜひ皆さんこちらでチェックしていただけたらと思いますさあ改めてです、えー、先週そして今週とも尊敬するダパンプのキミさんがゲストに来てくださいました本当にお忙しい中駆けつけてくださったもうキミさんに本当に感謝申し上げます SNS などでもですね本当にファンの皆さんの書き込みもたくさん多くいただいて心から感謝感激雨あらレオン きっと君さんも言ってくださってると思います <laughs> ということで、今週もありがとうございましたここまでのお相手は、新居浜レオンでした今日も皆さん行きますよ元気に、頑張ばレオーン木梨の介お楽しみに